また、続き。約6ギガ強のこの動画、外付け HDD からパソコン本体にコピーする時間で比較してみます。はじめは、USB2.0 から測定してみます。どのポートでもいいか。それでは、スタートします。コピペ、はじめ。コピー開始しました。長いので6倍速します。やはり、6GB ともなると、時間がかかります。この場を利用しまして、今コピペしている鉄道動画、説明欄にリンクを貼っておきますので、よろしかったらご覧になってください。走行しているうちに、間もなく終わりそうです。タイムは3分40秒。この時間が一つの目安になります。続いては、イーサタです。どんな結果が出るか楽しみです。それでは、スタート。これもまた長そうなので、6倍速早送りします。なんか、想像していたよりも早くない気がする。素朴な疑問、そもそも、SATA接続って使うの？素人なのでわかりません。イーサタポートがついている、ノートパソコンって珍しくないですか？もうすぐ終わりそうです。タイムはいかに？あれ？さっきの、USB2.0 と同じだ。イーサタって、USB2.0 と同じなのか？気を取り直して、エキスプレスカードスロット改め、USB3.0 での測定です。コピペ、スタート。なにー？これは早い気がする。早いぞ早いぞ、これが、USB3.0 の実力か？タイムが楽しみです。もうすぐ終了。約1分32秒でした。USB2.0 の半分より早いです。おまけで、付属の、セルフパワー用電源をつないで測定してみます。バスパワーだけでも十分だと思いますけどね。測定開始。これもまた、早そうです。まもなく終了。1分32秒。バスパワーと同じタイムで、セルフパワーのメリットは現れませんでした。最後までご覧いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。